はい、こんにちは。こんにちは。本日は、会社員でありながら、YouTube やさまざまなことに、挑戦されている、おじメンタルサイアンさんに、インタビューを、させていただきたいと思います。はい、はい、ではサイアンさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速一つ目の質問に、はい、行きたいと思います。わ、はい、かりました。それではサイアンさんの夢やビジョン。を、教えていただけますか。はい、夢やビジョン、そうですね、まあ、これまで大地さんに出ていただいている方みたいな、まあ、大きいこう、ね、世界の人々とか、うん、あらゆる女性をとか、大きいのはね、うん、僕なんかそんなに持ち合わせてはいけないんですけども、うん、まあ、具体的に夢といいますか、まあ、うん、競技としてボディービルをやって、うん、はい、最終的には、日本選手権大会ですね、日本一位大きな大会の出場までいければ、うん、まあ、残りの人生ですね、はい、まあ、もう僕も、今年48なので、うん、まあ、そんなにまあ、悲しいですけど残された競技時間がないので、うんうん、まあもう、ね、日本選手権に組入るだけでも多分奇跡、まあそんな、うん、ね、選手、他の選手からしたら笑い話かもしれないですけど、うんうん、リアルに、うん、ね、コツコツやっていけば、うんうんうん、いけるかもしれないということで、うんうん、日本1位を決める大会に出場するっていうところまでですね、はいはい、なるほど、具体的な夢といいますか、うん、ですね。で、まあ、ね、あとはもう自分の、ライフスタイルとして、まあ、はい、ここまで自由にやってきたので、うんうん、まあ、もう自由を楽しむ、これを、うん、テーマに、うん、死ぬまで生きていきたいと思います。あ、はい、自由をテーマなんですね。そうですね、はい、うんうんうん、はい、ボディービル その日本一を決める大会出場することが夢ということで。そうですね、はい、そこで1位になるとかではなく、うん、まあ、これを見ているボディービルダーの人が見たら笑うかもしれないですけど、まあ、まあ、ね、はい、今の、ね、現時点での順位で言うと、もうね、本当にもう不甲斐ない予選落ちとかばっかりなので、うん、その大阪地区予選でも予選落ちぐらいのがあるので、はい、まあ、そこをね、どうやって、うん、を人生残り人生かけて楽しみながら、競技を楽しみながらやってますね。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、では次の質問に行きたいと思いますが、はい、その夢やビジョンに向かってですが、それを具現化するために今現在どんな目標計画を立てていらっしゃいますか。そうですね、直近で言いますと、まあ、5月末の大会がちょっとね、このコロナの関係で中止になりまして、はい、連続中止ですね。ああ、そうなんですよ、ね、はい。なので、まあ、ここがどうなるか、まあね、減量もかなりきつい中、今、正月74キロから今62キロまで落とす。そんなに、ね、12キロ落とすのが大変ですね。もう、うんうん、まあね、その過程を楽しんでるというか、厳しい環境を楽しむ、はい、ですね。なんで、まあ仕方ないですけど、まあ、はい、その大会に向けて、うんうんうん、ボディビルのことはそれで頑張っていこうと思ってまして、うん、あとはまあ自由に楽しんでいけるっていうのは常に、はい、心の中にあるので、うん、まあ、日々穏やかに、うん、穏やかに暮らしていきたいというのがありまして、自由に、うん、まあ、ここまで僕も48歳で、はい、はい、にも縛られることなく自由に生きてきたので、はい、そうですね、これからも、まあ、心をこう波風立てることなく穏やかに、うん、生きていきたいので、うん、あ、そうですね、今も職場は市場なので、はい、地方市場というと大阪の地方市場というところで野菜を扱ってますので、うん、はい、まあ、将来的には田舎暮らしして、はい、自由にしていきたいと思います。うん、そうですね。はい、うん、じゃあ日々減量も維持しながらっていう。そうですね。まあ、ちょっとね、1と2の質問の
今後なっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、自分の最終的というか、死にあるものはもう精神の向こう側、最強の精神力をつけるために、をやりながら、しているので、ボディビルという競技の性質上、トレーニングとかが、まあ、皆さん想像絶するぐらい辛いトレーニングをもうほぼ毎日行っているので、まあ、ここに来る日も全然普通の人間なんでありますんで、まあ、それを1ミリでも、精神の向こう側に超えれるぐらい、限界を超えれるぐらい、心が出てるので、まあね、目指すとこは本当に骨が折れても上に上げてるぐらいの精神力、いうとこに行っていくために、頑張ってます。なるほど。すごい。っていうわからないかもしれないです。すごい、なんか想像を絶する世界な感じが伝わってきます。ボディビル連盟のね、今お世話になってる会長のジムで、トレーニングすることが、はい、まあ、ライフワークといいますか、まあ、行きたくないなっていうのが毎日です。それでも行ってしまう、不思議な環境ですね。行きたくないけど、行って、鍛えてっていう。そうですね。いやいやではなく、難しいとこなんですけど、もう呼吸するのと一緒です。みんな呼吸して生きてるのは、意識しなくても呼吸、はい、ね。みんな生きてるのと一緒で、嫌とか辛いとかいう意識なく行くこと、まあ、空気吸うことと一緒ですね。当たり前。日常になってる。日常に取り組ます。はい。はい。ありがとうございます。精神の向こう側っていう、なんかちょっとね。そうですね。うん。はい、もう、すごい。みたいな。いや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 、なかなか意思がね、こう、継続するのも、そうですね。簡単じゃないんじゃないかなと。まあ、もう決して折れない精神の心というか、鋼の精神の子を目指して、死んでいければなと。なるほど。そこが結構ゴールなんですね。そうですね。はい。それに結構心穏やかっていう、ちょっと、もう一個してするとこもあると思います。なるほど。ありがとうございます。はい。では、その目標や計画、今おっしゃっていただいたんですけども、はい。そこに対して、現在、どのような活動、指針を持って、まあ、どのような基本活動、今もおっしゃっていただいたものと、ちょっと被るかもしれませんけど、まあ、大事にされているポイントという日々の活動において、はい、サイアンさんがちょっと大事に思っているポイントがあればお願いします。ちょっと競技のことばっかりになっちゃうんですけども、まあ、本当にこうクリーンな食生活といいますか、本当はもうスイーツ大好きで、ジャンクフード大好きなので、ドーナツ、ピザ、パンケーキ、ね、おしゃれなカフェで食べたい願望はすごく強く、はい、行ってしまうこともあるんですけど、それでもクリーンな生活を心がけて、加工したようなご飯は食べなく、はい、もうほぼ 100% 近く自炊というか、あ、日々クリーンな食事生活を送りつつ、はい、その中で心穏やかに、怒ることなく、ね、人間、社会に出てるね、人との接すること、当たり前なので、腹立つことがあっても、こう、相手の気持ちになって考えることを常に心がけて、なんで嫌やろなとかね、そういうのを心がけながら、忘れることもありますが、常に、そうやって人と接してます。はい、なるほど。クリーンな食事っていう、はい、それはもう自炊でほぼ食事を賄うっていうところで、この減量期に入るともう特になんですけど、はい、もう 100% 近く自炊で、あとはもうオーガニックのものとかを買い付けます、まあ、インポータムと言いますか、あ、はい、そうですね。野菜も、もう国産の。野菜からこだわりが。そうですね。なんか変なこだわりはありますね。なんかね、あんま変なものってあれです。語弊ありますけど、体にして、無農薬
お野菜であったり、あとは玄米食べたりとかしますね。オフ、まあ、ボディビルダーオフと言いますと、こう、体重を逆で増やしていくあるんですけど、はい、そういう時はまあ週1回、オフの日を作って、もうパンケーキからピザからを食べあさります。クロワッサンとかが大好きなので、そうなんですね。僕大好きなパン屋さんは大阪中にあるので。なるほど、はい。差がすごいありそうですね。もうそういうの探すのも好きなので、そういうとこに、日々おっさんですけど、行って。うん、なるほど。日々その穏やかにとかあまり怒らないようにっていうことだったんですけど、はい、そこに対してなんか心がけていることとかは、そうですね、先ほども言ったように、まあ、常に相手の気持ちになって考えることが大事かなと人のつながりと思うので、まあ 人の痛みの分かる人間を出すというか、うん、ね、うん、普通のおじさんなんで感情的になることもありますけども、うんうんうん、それは忘れないようには、人に何を分かるっていうほど、はい、素晴らしいですね。全然人格じゃないんですけどね。いえいえ常に人の痛みを分かるように心がけていらっしゃるって、はい、したいと思います。うん、まあ、いや素晴らしいなと思いますはい、では次の質問に行きたいと思います。はい。はい、今、サイヤさんが持っていらっしゃる夢やビジョン、語っていただいたんですが、その夢やビジョンを持つようになったきっかけが、何だったのかということで、そこにどのような発見とか出会いがあったのかを、お願いいたします。そうですね。まあ、もともとといいますか、まあ、30代ぐらいの時から実は縁あって、自分で会社をして経営したりしてなんですけども、はい、まあ、それで結構その当時っていうのはやっぱり会社を経営してるんで、まあ、裕福な生活したいとか、欲しいものいっぱい買いたいとか、稼いでいろいろ、まあ、そういう単純なみんなが持ってる夢もあったんですけど、そういうのを重ねてね、会社を経営、まあ、共同経営してたので、やっぱ、ね、いろいろな人と接するにあたってこう、まあ、僕も悪いんですけど、裏切られたり裏切ったりっていうのがいろいろありまして、当時、まあ、そういうのをつらい、まあ、みんなが経験するかもしれないんですけど、そういうのを経験して、こう、なんていうかね、まあ、もうお金じゃないと言います、今は。まあ、ひたすら自由に、穏やかに、ね、先ほども言いましたけど、を心がけてるんで、まあ、そういう、こう、会社経営して倒産したっていうのが、そういう時、辛いとこがあったから、こういう、まあ、もうそういうのを追い求めないというか、自由に暮らしていくのと、強い精神力。ここだけを、日本柱じゃないですけど、前、で行きたいので、まあ、そういうバックボーンがあったから今があるので、まあ、それがこう今なんか引きずってるとかも全くないので、まあ、まあ、常に失敗の向こうに成功あるんで、何事もその失敗、どんどん失敗していって、で、もう繰り返したいので、まあ、いろいろこれからも、もう48歳ですけども、全然何かを始めるっていうことに、遅いってことはないと思ってるので、なことでも興味あれば、全然何でもやっていくっていうのを、まあ、このおじめんたるっていう YouTube やり始めたばっかりですけど、そういうのを通して、やっていきたいので、まあ、それを見て、ね、視聴者の方何か感じ取ってもらったり、あ、おっさんでもこんなこと言ってるんだっていうみんな見てもらいたいと言いますか。ね、そういうのですね。まあ、そうですね。後ろにそういうの、まあ、つらい、そういう、いろんなことがあったから、今があるんでね。そういう、もう全然前向きに、はい。企業に共同で、はい、経営されてたっていうことで、はい、そこが、こう、まあ、ダメになってしまったりっていう経験があっての、ことっていうことで、
その時にもほんまにすごく借金を作ったりして、はい。ね、それを全部完成するまでにすごく時間もかかったんですけど、今思えばその経過も、まあすごく人生で勉強になったなと思いますか。人生豊かに、ポジティブな考え方、シンキングでやることができたなと思うので、自分の精神を鍛えるにも時間が、かかったと言いますか。はい。まあ、役にも立ったんで、で、今のこの、その人の痛みを分かろうと、ね、まあ、頑張ってじゃないんですけど、その頭ができる自分がいているので、そういう自分はもう好きなので、前にそういう失敗がなかったら、もしかしたらまだ、人の痛みを分からず、こう、うわ、リッチな暮らししたいとか、欲しいもん、全部欲しい、高級車欲しいとか思ってたかもしれないですね。失敗という、まあ、経験があったからこその今のサヤンさんのね、人の痛みを分かろうとする心がけだったりとか、そうです強ね。い精神力を追い求める方に なっまただのまか。だ、まだまだ全然ダメですけども、はい。その挫折といえば挫折だったりね、失敗っていう経験かもしれないですけど、それを本当に逆にね、チャンスに変えられてるんだなっていうふうに、はい、思いました。いうのがなければ、ダメなんじゃないかなと思います。どんな、みんなにも失敗とか挫折してもらって、はい。その先に見える何かを見つけてほしいなと。まあ自分もその最中ですけどね。なるほど、今まだ見つけている最中ですね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。では最後の質問になるんですが、はい、まあ、そんな、今過去のお話ししていただいたんですが、はい、その夢やビジョンを持つようになった背景のきっかけにそういう過去の出来事があったり、まあ、その時の出会いとか、発見があったと思いますが、その背景には何があったと思いますか？背景 難しい 難しいですね。けども、まあ、背景で言いますと、まあ、そういう会社経営が失敗したりとか、まあ、裏切られたりとか、いう時はですね、結構、まあ、何も考えてなかった自分がいたんじゃないかなとは思います。何もっていうか、まあ、10代、20代、30代くらい、30前半ぐらいまでですかね。もうその日が楽しければいいと言いますか。本当に何も考えてない。ペラペラな人間だったと思いますんで、まあ、めんどくさかったら人任せにしたり、何も深く考え、物事を一つ一つ深く考えることがなかったですね。それが今、ね、こういう年齢も重ねていろんな失敗、挫折したり、当たって、一つ一つの物事をやっぱり真摯に受け止めることがね、48歳にしてでき始めたというか、はい、一つ一つ深く考えてみよう、思ってるので、まあ、ね、そういう失敗の後ろにはやっぱそういうチャランポランな自分といいますか、すごくいてたので、まあ自分に、まあ、帰ってきたといいますかね。はい、僕何も考えてなかったんだなっていう。それでもまあ人生楽しんではきたので、ないと言えばもうないんですが、もうちょっと若い頃からいろいろ考えてたらまた違った生活かなとは思いますが、今の自分のこの、はい、ボディビルやりながら自由に暮らしっていうのは、まあ自分ではだいぶ好きなので、ですね、これからももう何にもとらわれることなくいて、まあ先ほども言ったように、まあ自然とかが好きなので、まあ穏やかに最終的には競技を引退したら田舎暮らしして、古民家カフェでもやりながら、古民家カフェ。に疲れた人々がちょっとふと寄れるようなとこを作れたらなとは思いますので。そうですね。それでまあ自給自足しながら、
くり生きていきたいのと、あとはいろんなことに、うん、先ほど従属しますが挑戦したり、うん、あもういろんなね、ボディライズさん通してだったりとかでいろいろな人になって、うん、自分のいろいろ集まる人間にもなりたいし、いろいろ、うん、まあ、死ぬまでいろいろなことを知りたいっていうのを、うん、好奇心が旺盛ですね。そうですね、もう 何でももう知りたいです。何でも知りたい。こういうのが仲いれば、やっぱ世界中ね、旅して、うん、どっかで落ちるのもいいかな。うん。いやー、何でも知りたいっていうのと、何でもチャレンジするっていう、そこがね、すごいですね。そうですね、独身ならではの方だと思います。はい、これからもぜひ挑戦し続けていってください。頑張っていきますので、はい、では本当に最後になりますが、このインタビューを聞いてくださってる方々へメッセージを、はいはい、お願いします。はい、おじめんたるのサイアンです。 YouTube 始めて間もなく動画もまだまだ少ないんですけども、僕みたいな48歳、おっさんでもこんなこと挑戦しても失敗してでも何でも何かしら結果が残るというか、失敗したら、ね、マイナス面も残るかもしれないですけど、それ以上に見える何かはあると思うんで、みんなもそれ見て頑張っていってもらえればと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、とてもね、勇気をいただいたなと思います。はい、では本日は、おじメンタルサイアンさんに、インタビューをさせていただきました。本日本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。